皆さんこんにちは私たちは2013年のインターナショナルフォーラムオンクオリティセーフティインヘルスケアのためにここロンドンに出席しています我々は大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部のメンバーです私中島そして副部長の高橋そしてメンバーの上間さんそして池尻さんです 今年は世界各国から3300人の方々が参加されています国の数で言いますと75から80に相当するというふうにフォーラムディレクターのマークチュワトさんがおっしゃっていました今年の学会では9つのテーマが設けられておりましてその中でも特に多くの演題や企画セッションが作られていますのはペーシャントエンゲージメント 患者さんののの医医療や医療や安全への参加のセッションですそしてもう一つ力が入れられています領域としましてはクオリティーインンプルーブメント現場でさまざまなお仕事をしている人たちがさらに医療の質を改善するためにどんな計画を立ててどんなふうに実行するかそしてさらにそれをもう少し感覚的に分析してエビデンスを作るのにはどうすればいいのか。 というふうなセッションで多くの人たちがこれからいろんな意見を交換することになっていますで私たちの病院ではこれまでリモートパティシペーションプログラムというこの学会の遠隔地参加プログラムを3回行ってきました今度のロンドンのこの学会は第4回目に相当します これから行われるプログラムの中で最も私たち日本の方々が参考にしたいことまたこれから行っていきたいことについていくつかのプログラムにつきまして日本語に訳をしてそしていくつかの動画等も用いて皆さんにご紹介していきたいと思います。高橋先生の方から一言どうぞ今年の本学会のメインテーマは「質の改善」。 それからコストの削減そして命を救おうということです私たち中央クオリティマネジメント部では中島が患者参加イロハウタに関する講演を行いますまた池尻上間のチームが患者参加イロハウタに関するポスター発表そして私高橋が転倒転落後の対応フローチャートに関するクオリティインプルーフメントのポスター発表を行います あの、私たちの遠隔地参加プログラムのために、現在これあのフィリムングを行っていただいております。日本語で行ってますが、みんなとても緊張しています。けれども、これをきちんと噛み砕いて、皆さんに大切な情報をお伝えしたいと思います。それでは、皆様あのこれから内容をご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。